ケインによる、チョークスラム。チョークスラムは、プロレス技の一種である。日本名は、喉は落とし。対戦相手の首を片手で正面から掴み、もう片方の腕を添えてそのまま相手を髪型へ持ち上げ、背面から、マットや地面に落とす。相手がこうを描くように落とすタイプ、持ち上げたところから、まっすぐに下方へ落とすタイプがある。得意技にしている、田植えラの場合は、 相手の喉を掴んだ右手を最後まで離さないのが特徴である。外国人レスラーは相手を落とす途中で相手の喉を掴んでいた右手を離す投げっぱなし、指揮を使用するレスラーが多い。基本的に、チョークスラムと喉は落としは同一技であるが相手の喉を掴んでいた右手を離すタイミングで両者を区別する見方もある。この場合は相手を落とす途中で相手の喉を掴んでいた右手を離すのを チョークスラム、タガミのように相手を落とすまで相手の喉を右手で掴んでいるのを喉は落とし。カタカナナのチョークとは英語で喉を閉めるという意味で、プロレス用語では気管を閉める反則行為を指す。相手の首を掴み、投げるのでチョークスラムと呼ばれるが、実際には喉元を掴んでいるだけであり、首を閉めているわけではない。ただし、使い手によっては喉を閉めてから仕掛ける場合もある。 応用着として、リングに背を向ける格好で相手を、コーナー最上段に座らせて仕掛ける、流れ式、走ってきた相手に仕掛ける、カウンター式、首の後ろを掴んで顔面から落とすリバース式がある。ジョークスラムの起源は、輪島大使のオリジナル技である、アームボンバーを後に、田植え明が、ラリアット部分をノド輪に変化させたものとする説、シットビシャスのオリジナル技である。 ビシャスバスターとする説が存在していた。実説は、ポール・ヘイマンが ECW の巨漢レスラーである911対策のために開発した。田植キ明は、アームボンバーからヒントを得たことを認めており、少なくとも、日本マットにおいては、輪島をヒントに改良した田ウえが元祖といって、差し支えない。チョークスラムを仕掛けられた場合に対するカウンターとして、以下のようなパターンがある。 アームボンバーは、プロレス技の一種である。喉輪落としとは異なる技であるが、日本においては、後に、喉輪落としが生まれるきっかけになった技である。輪島大使のオリジナル技。向かい合った相手の首に、左腕の肘の内側を絡めて、体を浴びせかけて、相手の後頭部や背中をマットに叩きつける。輪島が利き腕である黄門の左腕で使用した場合は、 ゴールデンアームボンバーという名称となり、輪島以外のレスラーが使用する場合もしくは輪島が右腕で使用する場合は、アームボンバーとなる。輪島が相撲技の,のど輪と勝ち上げを合体して、開発したと言われて、当初は片手で相手を捉えて、相手の背中を叩きつけるものだった。日本デビュー2000目からは揺さぶりを加えて、使うようになり、結局それが成長なゴールデンアームボンバーとして、定着した。 ありがとうございます。